江戸城石垣石町場と神奈川県の石町場との,の,の一江戸城石垣石町場と静岡県の石町場との一江戸城石垣石町場とは神奈川県小田原市、早川及び静岡県熱海市、伊東市宇佐美にある江戸城の石垣を作るための石を切り出した江戸時代の前半の石町場の跡である。2016年3月1日に国の史跡に指定された。 江戸城石垣石長場跡は、江戸幕府が初代名を動員して行った江戸城改修に伴う抗義五不審で用いる石垣の石材を採石、加工した石長場である。江戸城改修の不審は、徳川家康が慶長8年に江戸市街地の不審を初代名に命じたことを皮切りに、翌9年から慶長12年にかけて、本丸、 二の丸をはじめとする城郭の中心部の大改修が行われた。慶長15年から官営4年には、西の丸をはじめとする外郭の整備が行われ、官営6年からは、将軍、家光の命により外堀などの整備が行われ、官営13年におおむね完成した。石垣に用いる多量の石材は各地から運ばれたが、石材の大多数は、 伊豆半島とその周辺から広く産出する皇室の安山岩が用いられ、現在でも各所に石町バートが認められる。石町場の分布範囲は、相模湾沿いでは、北東端が神奈川県小田原市街地を貫流する佐古川、刈川西岸の丘陵、南端は静岡県下田市工場で、この間に約130カ所の石町バートが認められている。駿河湾沿いでは、 北西端が、清水町特捜、南端が、沼津市となで、この間に45箇所の石町場跡が認められている。これらの石町場において、採石を行った大名の名前は、細川家文書、山内家資料など大名家に伝わる資料や伊豆、相模国の地方文書などから判明するものも多い。中でも、細川家文書には、寛永12年の、 伊豆石場の里市という資料があり、この当時、細川家が把握していた74箇所の石町場と採石主体の来歴が記されている。また、資料からは諸大名の編成や石町場の管理や変遷を知ることができるものもある。石町場の立地は、海岸近くか河川沿いなど、水運の便の良い山中であることが多く、海岸の安山岩の転石を加工した磯町場も認められる。 また、石町場は、採石と加工を行う山中の作業場、搬出前の石材をとどめ置く仮置き場、石材の搬出路である石へ道、船積みを行う港などからなるが、港の多くは現在まで継続的に使用されているため、当時の様子は明らかでない。山中の作業場は、いずれの場所でも、石材の割り取りのために、屋根が打たれた石材の散布から、 その所在を把握することができる。地表に露出した石材はそのまま割り取りの作業を施しているが、一部が埋没している場合は、石材の全体を掘り出した後、割り取り作業に取り掛かっているようで、その場合は、掘り出された原石の周辺は、クレーター上のくぼみやテラス上の平場を形成している。採石、加工された石材は、採石地点の下方の斜面上に仮置きされ、 中には、目立つ位置に、同一の刻印を打つ事例や、沢伝いに禁じした、大きさの石材を並べ同一の刻印を打つ事例も、ある。このように、石帳場には、採石から加工、搬出に至るまでのそれぞれの段階で放置された石材が残っており、抗議を不審に伴う、石材供給の諸行程が判明する。神奈川県小田原市では、石帳場と、 石町場の可能性がある遺跡が19カ所確認されているが、そのうち最も保存状況が良好で、大規模なものは早川石町場である。2003年度に小田原市教育委員会が行った分布調査では、史跡石垣山南西側の斜面から、屋名及び刻印を有する石材や加工が施された石材などが確認され、2006年に、 財団法人神奈川考古学財団が行った発掘調査では、石英営が検出された。さらに、2007年度の小田原市教育委員会による分布調査によって、母岸と考えられる天石、自然歴や穴、刻印を有する石材が、東西1300メートル、南北170メートルの面積、約20ヘクタールの範囲に分布していることが確認された。 この石帳場の特徴は、残存する加工石材の大きさが、小口三尺から四尺、控え一軒二尺から一軒五尺と比較的大きなものが多いことから、江戸城の石垣の中でも、角石や角脇石を切り出した石帳場と推定される。また、採石を行った大名は、史跡石垣山で発見された標識石から、肥後国熊本繁華島家の可能性が指摘されている。 一方、早川に本遺跡以外に大規模な石町場が確認できないことなどから、この石町場を伊豆石場の里市にある早川新町場に否定し、三大納言の石町場とする見方もある。熱海市では30箇所の石町場跡が確認されている。その中で最も規模が大きく、保存状況が良好な石町場は、チュンチャンクボ、小吹石町場である。 江戸城石垣市長バートの中で最も集中して人命刻印が現存することがこの遺跡の最大の特徴であり、税より西有馬玄馬石場慶長16年7月21日、有馬玄馬石場慶16、橋場右近、朝野木森内左衛門の差、慶長19年の人命及び年号が刻まれた標識石が確認されている。また、これらのは、 各大名の石長場の境界を示していると考えられる。有馬現場の標識席は尾根筋に配置され、この西側では刻印が確認できず、東側では多種の刻印席が多数確認されているといった違いが認められる。伊東市では21箇所の石長場とが確認されている。その中で最も規模が大きく、保存状況が良好な石長場は、 宇佐美市長場である。宇佐美市長場では、複数の大名が採石に当たったことが知られ、山内家資料に見える、1613年の採石では、黒田地区前神、田中地区を守る、長岡腰中守る、いこまさぬ神とあり、伊豆石場の里氏には、寛永11年の不信命令が記されており、千年立下飛田稲葉彦六、伊藤修理、森節つもり、 木下衛門、水戸市、松平沖西川越中殿とある。また、細川家文書、伊豆相模の内細川越中守組へ、相渡し去る石場の里市1635年には、千年、田中地区を守る、水戸市、松平沖主殿、松平一中殿、井戸市、王朝場、有馬左衛門の佐、山崎海守、稲葉淡路殿、久木山と守る、小徴場、 立花日高み、立花民部省、土川と佐守る、平岡岩見守る、桑山左衛門の里ある。さらに、石町場の中には、橋場越中守る石場の文字を刻んだ、標識石や、稲葉や、もう年への刻印を刻んだ、刻印石が確認されている。1634年から始まる不審では、幕府は、石材調達の大名を組編成としたようで、稲葉や、 もう年家は細川越中組に属していることが知られており、資料からわかる大名の編成と具体的な石垣場との対応関係を知ることができる。このように江戸城石垣石垣場とは徳川家が築城をした江戸城を構築する上で大量に必要とした石垣用石材の産地として、その採石、加工、運搬技術や、 それに伴う労働力の編成を知る上で重要であるだけでなく、江戸時代前半における諸大名の編成をはじめとする抗義ご不信の実態や、その背景にある社会的、政治的動向を知る上で重要である。ありがとうございます。